モトパーク営業しております石川と申します。よろしくお願いいたします。本年度の7月にですね、新しいショールームが完成いたしまして、これまでの売り場よりも3倍ほどの広さになった新しいショールームができております。そうですね、やっぱりお客様の滞在時間が非常に長くなっているので、やっぱりお店が広くになってゆとりができたことによって居心地がおそらくお客様にとってはいいんだと思います。うちのお客様は意外の年配のお客様もたくさんおられまして、70代でもお一人で北海道に旅をされたり四国の方を旅されたりと、決して年齢を感じさせない旅をね、楽しんでいる、BMW を味わってらっしゃるお客様が大変多くおられます。毎月第3日曜日にモトパークツーリングクラブ のツーリング日というふうに設定させていただきまして、毎月趣向を変えてツーリングを開催しています。必ず何かおいしいものを食べて、時には初めて走られるような方だけのトコトコツーリングと名してですね、決して距離を走るのではなくて、のんびりとツーリングが楽しめるような、そんな開催の時もありますね。そうですね、もともとオートバイが好きで旅が好き でなおかつレースも好き でもちろんそのレースをやりたいって思いながらも、なかなかそのレースに参加するチャンスが、いろんな仕事の上の問題もあってできなかったんですが、やはり BMW さんが R1100S という、スポーツバイクを出された時に、このオートバイでね、自分が走ってみたいというところに駆られて、車両を買って、でそこから、その参戦してというところになりました。基本的に私も先ほどと一緒ですけども、旅が好きでスポーツライディングが好きでということなので、休みをいただいてはツーリングに必ず出かけてます。去年も、車両をいただいてから、1ヶ月以内で多分2000キロ以上乗ってるのかなって思うんですけども、東北の方にツーリングに行ったり、してます。そうですね、BMW は今、マーケットを広げるために新しいジャンルのオートバイをどんどん作ってます。どの車種に共通して言えるのは、やはり非常にトルクの出方がフラットで乗りやすいオートバイ、距離を乗られて疲れが少ないオートバイ、その中にあっても90などは、ちょっと個性主張を出しながら、味わえるオートバイも最近は出しているというところで、非常にその魅力あるオートバイが今は揃っているかなというふうに感じています。